アラン・ローラン彗星は1956年11月8日にベルギーの天文学者であるシルバン・アランとジョルジュ・ローランによって発見された彗星である。この彗星は1956年に8番目に発見された彗星であり、観光版を用いて発見された。彗星の命名規則に基づいた名前は C-1956R1 である。 アラン・ローラン彗星は1957年に近日点に達した3番目の彗星なので1957-3と名称が変更された。最終的には IAU の命名規則により C1956R1 という名称に落ち着いた。C1956R1 の C は奇襲期彗星であることを示しており R1 は9月1から15日の間に 発見されたことを示している。1956年11月には、ブルッセルにあるベルギー王立天文台のアストログラフは、小惑星探査に用いられていた。1956年11月8日に、ベルギーの天文学者であるシルバニアランとジョルジュ・ローランは、観光板上に水星を発見した。発見した時点の水星の見かけの等級は10等であり、 強い中央凝縮と短い尾が見られた。この彗星の早期発見は観察機器の準備と観察計画の立案を前もって行うことを可能にした。アラン・ローラン彗星の軌道要素はマイケル・ P ・キャンディによって計算され、近日点通過は1957年の4月8日と予測された。彗星は十分に発達しており、彼はこの彗星は 北半球で4月の間に派手な見え方になると予測した。1956年12月上旬には水星は太陽から 2.5au、地球から 1.7au の地点まで接近した。水星は2月まで魚座にあり7.5から8.0等の明るさになった。1957年4月の近日点通過の間に水星の尾の長さは15度に達した。 4月16日と5月5日にはガスやゴミを放出しながら水性の尾は変化し29日には尾は3つに分かれた4月22日には水性は異常な大を見せ5度まで広がった4月25日にはアンチュテールは12度まで広がり最大の大きさとなった4月29日にはアンチュテールは消滅した近日点通過後は水星は 急速に衰えていった。5月上旬には、見かけの等級で5.46等の明るさになった。5月8日には、水星の明るさは7等まで落ちた。これは、人間の目で観察できる限界の明るさである。5月29日には8.55等まで低下した。アラン・ローラン水星は、様々な周波数の電波を用いた、水星検出を試みた初めての水星である。 しかし、これらの試みは成功しなかった。無線帯域の電波による彗星検出の成功は、1973年の古法テク彗星まで待たなければならなかった。アラン・ローラン彗星は1957年4月24日に BBC の長寿番組であるザ・スカイアット・ナイトの最初期の話題の対象となった。天文学者であるカール・セーガンは、 彼の著書であるコスモスの80ページで次の逸話を紹介している。1957年にシカゴ近くの天文台で勤務していた時に酔っ払った男からぼやけたものを見たという電話を受けた。セーガンはそれはアランド・ーラン水星だと男に言った。男は水星とは何だと尋ね、セーガンは一枚いるほどの雪だるまだと答えた。男は長い沈黙の後、 本物の天文学者と話させてくれ、と言った。アラン・ローラン水星は双極線軌道であり、太陽系から脱出するのに十分な速さで移動しているため、地球上の観察者が再びこの水星を観察することはできない。5百二2 0日間にもわたる観察の結果、この水星の正確な軌道要素を計算することができた。しかし、軌道要素の分布は、 非重力の影響を示唆する波状パターンを示した。また、この水星は、オールとの雲ではなく、星間空間が由来の可能性がある。軌道要素は、非新距離に逆事情で変化する非重力項を含むように、計算すると、多少異なる値が導出される。近日点では、水星は 7.504kg、エスモのゴミを放出させ、 およそ1.5030マリキュールス、セックのガスを放出した。ゴミの噴出は、近日点通過の6日前である4月2日に起きたと考えられている。アンチテールは1957年2月6日から3月1日の間に放出された粒子から形成された。王道体の範囲に放出されたゴミの総量は308から5 0 1 0ラムだと推定されている。 ありがとうございます。